日本最大の多目的ダム、徳山ダム多目的ダムとは、地水、利水等複数の機能を顕微したダムである。洪水調節、不特定利水、水力発電、灌溉、上水道、工業用水のいくつか、またはすべてを兼ね備えている。この多雪を溶かすための小流雪用水や、ボート競技やオリエンテイリングの遂行といった、レクリエーションといった目的を持つダムもある。 最大の目的は、洪水調節イコール治水であるため、競技では、洪水調節機能を主目的とし、かつ、複数の目的を有するダムを指す。このため、洪水調節目的を持たないダムに関しては、たとえ複数の目的を持っていたとしても、多目的ダムとして扱われない場合が多い。日本で、初めて建設された多目的ダムとは、 ため池などの小園庭を含めた場合、東大時代仏混流に力を尽くした大僧正行基が指揮を取り、奈良時代の731年に完成したと伝わる、摂津国の混用地であり、洪水調節と考えを目的とした。現在におけるダムの定義に合致する多目的ダムとしては、青森県が建設した沖浦ダムが、思行例としては、初、 山口県が建設した高道ダムが完成例では初となる。戦後相次いだ水害や人口増加に伴う水需要の増大、高度経済成長に伴う工業用水の必要性の高まり等、時代の要請とともに建設が相次いだ。その後、特定多目的ダム法が施行され、より定義が明確になった。 多目的ダムは大別すると特定多目的ダムと補助、多目的ダムがあり、この他、水資源機構法に基づく多目的ダムや、複数の事業者が管理、運用する、兼用工作物としての多目的ダムも存在する。性質上大規模なものが多く、現在日本最大の多目的ダムは、徳山ダムである。特定多目的ダムとは、1957年に制定された、 特定多目的ダム法に基づき、国土交通大臣が事業主体として、計画から完成後の管理までを一貫して行う多目的ダムのことである。国土交通省直轄ダムであることから、直轄ダム、直ダムとも呼ばれる。戦後相次ぐ水害の被害に対し、総合的な治水対策が課題となったが、1949年に経済安定本部は、 諮問機関である河川審議会が河川改定改修計画を発表、多目的ダムによる総合的河川開発を提唱した。これを発展させ1950年に国土総合開発法が施行され、翌年には全国22地域を対象とした特定地域総合開発計画が発表されこれに基づき全国において大規模な河川総合開発が行われるようになった。 建設省は国民生活上重要な推計においては直轄事業として系統的な河川総合開発をさらに推進したが多目的ダムの建設に関しては地水の他水力発電、灌溉、上水道、工業用水道等の確保も目的に挙げられるため複数の事業者が混在することとなりその調整に手間取ることもあったこうした管理の一元化と 洪水調節を最優先目的に位置づけるべく、建設に伴う巨額の事業費を、捻出可能な建設省による多目的ダム建設を推進し河川総合開発の整合性を図るための法整備が重要となった。こうして1957年3月31日に交付され翌日に施行されたのが特定多目的ダム法である。趣旨としては以下の3つがある。 これらは従来の多目的ダム建設における不備の点であり、複数の事業者が介在することで、権利や責任の所在が明確にならなかったものを建設大臣が一括して保持することで、事業の円滑な推進と管理を図ろうとしたのである。なお、八之城紛争以降、水源地域の活性化が極めて重要視されるようになった。 特定多目的ダムについては1973年に水源地域対策特別措置法が施行された後は、ほとんどのダムにおいて措置法を適用し、水没住民や水没対象自治体への対策を強化した。これをさらに発展させたのが、すべての特定多目的ダムを対象として1994年に実施された地域に開かれたダムであり、 所在自治体と連携し様々な取り組みを行い現在では、治水、利水のみならず地域活性化のようとして重要な位置を占めている。ただし、以下のような条件がある場合は、国土交通省が直轄管理するダムであっても、特定多目的ダム法の適用を受けない。一つは、複数事業者による管理ダムの場合である。建設省と他の事業者が共同で、 管理運営を行うダムは河川法第17条によって県用工作物として認定される。手っ取り川ダム、九ずダム等では電力会社と共同の管理主体となっており、この場合は協定によって管理の分担が行われる。したがってこうしたダムは国直轄管理ダムであっても特定多目的ダムとはならない。こうしたダムは 直轄河川総合開発事業として施行される。二つ目は水資源機構が管理するダムである。1962年には水資源開発促進法が施行されて水資源開発公団が発足し、総合的な水資源開発を日本の主要水系で推し進めた。これら公団事業として建設、管理されるダムに関しても水資源開発公団法の 適用を受けるため、特定多目的ダム法が適用されない。そして三つ目は、特定多目的ダム法が施行される以前に完成した、国土交通省直轄ダムである。これらのダムは、河川法第17条に基づく、県用工作物ダムとして扱われる。この他、洪水調節のみを目的とする治水ダムに関しては、単一目的のため適用外であるほか、都道府県知事が、 河川事業者として管理を行う二級水系に建設されることもない。ただし、沖縄県については、沖縄振興特別措置法で沖縄県知事の要請があった場合、二級河川であっても特定多目的ダムが建設されることがある。特定多目的ダム、恩意ダム補助多目的ダムとは、都道府県知事が事業主体となって多目的ダムの建設から管理までを一貫して行う。 都道府県営ダムである。建設に際して国庫補助が出ることからこの名称がついている。戦前におけるダム技術、制度論の第一人者、物ノ長の提唱による、下水統制事業案は1937年に内務省によって予算化され、本格的な施行が開始された。オイ川、浅瀬石川、絹川、江戸川、相模川、錦木川、 小丸川、諏訪湖の七河川に一故障が対象水系に指定され、浅瀬石川では日本で初めて計画された多目的ダム、沖浦ダムが1935年より、西木川では1938年に高道ダムが着工され、都道府県単位での多目的ダム建設が開始された。1941年には高道ダムが多目的ダムとしては初めて強用され、 その後相模ダムや旭川ダム、松尾ダムの建設が開始されたが戦争の激化で事業は全て中断を余儀なくされた。戦後中断していた事業は次第に再開され、建設が中断していた前期のダムが相次いで完成した。1954年の国土総合開発法によって加速度的に河川総合開発が進められたが、 財源的に単独で新規ダム事業を計画するのは困難な情勢であった。これを受け1951年の予算で事業費用の1、4を国庫補助する下水統制事業費補助制度が盛り込まれ、これを機に全国各地の河川で都道府県が事業主体となる河川総合開発事業が急増し多目的ダム建設が盛んとなった。補助多目的ダムの 補助はここからも由来しているとも言われる。全国各地の河川で建設される補助多目的ダムは一級水系の本支線のほか、特定多目的ダム法ではカバーできない二級水系でも建設された。二級水系では流域の河川に依存度が高い反面水害や水不足が頻発するため、中小河川改修事業として多目的ダムを建設することも活発に行われた。 補助多目的ダムの場合は、大抵の場合複数の事業者によって共同でダムを管理しており、この場合は特定多目的ダムと同様に河川法上の建用工作物に認定される。これは同じ県管理でも治水事業は土木部局、電気事業は企業局の管理というように自治体内の別部署による共同管理である場合も該当する。なお、 建設省の特定多目的ダムであったものが管理を各自治体に移行したダムがある。メヤダム、大倉ダム、水瀬ダム、大野ダム、市房ダムがこれに当たるが、ダム自体は特定多目的ダム法に基づいて建設されたもので、あるため、補助多目的ダムの範疇には入らない。現在では、補助多目的ダムとしての建設は、地方自治体の深刻な財政難や、 公共事業見直し機運によって減少傾向にある。が、1988年より実施されている限られた地域への治水、利水を目的とする小規模生活貯水地事業として比較的小規模な多目的ダムの建設が逆に増加傾向にある。補助多目的ダムの中には、レクリエーション、省流節用水といった特殊な目的を持つダムもある。補助多目的ダム、 国三面ダム多目的ダムのうち、独立行政法人水資源機構が、水資源機構法に基づいて、建設、管理を行うダムを指す。ただし、ここでは、国土交通省が所管する、水資源機構ダム事業部で管理されるダムを述べる。1962年、水資源開発促進法が施行され、同時に、水資源開発公団が発足した。 当時高度経済成長の最盛期でもあり、京浜工業地帯、中京工業地帯、阪神工業地帯、北九州工業地帯の四大工業地帯は、その設備、規模を拡張し続け、日本経済を牽引していた。また、戦後の混乱を脱し人口は、加速度的に増加、より利便性の高いライト試験に集中するようになった。このため従来は、 地下水や河川自流水に依存していた上水道、工業用水道が次第に逼迫し始め各地で水不足を招くようになった。特に1964年に東京都を襲った東京砂漠は従来の利水対策の限界を露呈することとなった。こうした経緯から全国主要都市を貫流する大河川の 特に利水に焦点を当てた河川総合開発を系統的に実施することによって増加する水需要に対応しようとしたのが水資源開発促進法であり、それを執行する水資源開発公団であった。発足と同時に、利根川水系、淀川水系を水資源開発指定水系に定め総合的な水資源開発を実施。ダム、石、 用水路等を一元的に建設、管理し首都圏、関西圏の水需要を賄おうとした。さらに1964年筑後川水系、1965年木曽川水系、1966年吉野川水系、1974年荒川水系、1991年豊川水系が指定水系となり、 これに伴い建設省が計画、建設していたダムが高段へ移管された。ダムの建設、管理は水資源機構によって一元的に行われる。このあたりは国土交通大臣が一貫して建設から管理までを行う特定多目的ダムと同じである。だが、管理についてはあくまでも河川管理者である国土交通大臣の権限を一部代行するものとして施行される。 したがって、ダムの施設管理方針は、主務大臣である国土交通大臣の指示に基づいて、作成されることが、水資源気候法の第21条、第22条で定められている。特に洪水調節に関しては、気候法、第24条で緊急時には、大臣が気候を指揮して、捜査を行うことができる。また、施設管理方針を変更する場合等には、 国土交通大臣の認可のほかにダム所在地あるいはダム事業に参加する都道府県知事に協議をしなければならないと定められている。気候法に基づく多目的ダム、奈良股ダム多目的ダムのうち河川管理者と利水事業者がダム施設を共同で建設、管理を行う多目的ダムのことである。多目的ダム事業は大抵の場合、 河川総合開発事業に則っ,って河川管理者である国土交通大臣もしくは各都道府県知事といった河川管理者による単一の事業主体として行われる。だが、もともと水力発電開発として計画、建設されていたダムがその後の治水、利水計画に基づき河川管理者が事業に参加するケースも見られた。多目的ダムではこれ以前から 複数の事業者によって建設・管理されるダムがいくつか存在していたが、休暇線法による多目的ダムの法的位置づけは極めて曖昧なもので、民法244条から262条に基づく共有物の規定に従い建設費の負担割合に応じて共有割合を定め管理していたため、管理の責任が不明確なものとなっていた。 1957年の特定多目的ダム法は、計画から管理まで国が一元的に行い、建設費全額を国庫負担する代わりに所有権も国が持つことを明文化し、国土交通省が建設、管理する多目的ダムは民法の共有物規定が適用されない施設として明確に規定された。だが、国土交通省のダムでも、戦術のように当初は、 利水事業者が計画していたダム事業に河川総合開発の観点から相乗りするケースが出るようになり、これに対する事業者間のダム運用、管理の調整が必要となった。こうした問題に対処すべく、1964年に施行された新河川法第17条において、こうしたダムに対する管理のあり方を定めた。河川管理者が施行する河川管理施設と、 利水事業者が施行する河川工作物が同一施設である場合、両事業者は管理業務や管理区域を協議して分担することを定めた。こうしたダムを県用工作物と専門的には呼び、管理は複数の管理者が行う。このためこうしたダムの内国土交通省直轄ダムで多目的ダムである場合は、大臣が一元的に管理していないため特定。 多目的ダムの範疇からは外れる。都道府県営ダムの場合、県庁内の複数部署がダムを共同管理する場合にも、河川法第17条が該当する。そして特定多目的ダム法が施行される以前に建設された国土交通省直轄ダムについては、旧河川法のもとで、利水事業者と共同で施行したため、同じく、県用工作物ダムとしての扱いを受ける。 桂沢ダム、石淵ダム、多セダム、ナルコダム、五十里ダム、藤原ダム、相又ダム、柳瀬ダムは、特定多目的ダムではなく、このカテゴリーに入る。また、足別ダム、品木ダム、猿屋ダムといった、洪水調節目的がない国土交通省、直轄ダムも、この扱いを受ける。県用工作物多目的ダム、手っ取り川ダム多目的ダムのうち、 河川管理者である国土交通省が全く国庫補助を行っていないか建設から管理に携わっていない多目的ダムのことである。目的の中に洪水調節がないのが最大の特徴である。通常は農林水産省や水資源気候水路事業部、電力会社管理ダムや上水道専用ダムにおいて後から本来の目的以外の用途を目的に加えた。 あるいは最初から、利水ダムとして建設された場合がこれに該当する。一般には多目的ダムの最大の目的は、洪水調節にあるため、洪水調節目的がない場合は、複数の機能を保持していたとしても、協議としては多目的ダムとみなされない場合が多い。ただし利水専用ダムであっても、国土交通省直轄ダムのように、河川管理者が管理している場合、 洪水調節目的がなくても多目的ダムに位置づけられる。このようなダムとしては、吉野熊野特定地域総合開発計画によって、熊野川本川に建設された猿屋ダムがある。戦艦事業外多目的ダム、小河内ダム。ありがとうございます。